人は、はい、次の方は音声のみだそうです。わかりました。誰だろう、誰だろう。じゃあ8人目の方お願いします。お願いします。どうもこんにちは。誰だ。え、久しぶり。誰だ。誰だろう。もうみんな全然ね、全然会ってないから、こんなすごい人ばっかりの中になんで私出ていいのって感じなんだけど。え、でも誰やろ、誰なんだろう。なんかあれかな、本当にほっこりさせてくれるっていうか、うん、あの嫌味がないっていうか。誰、誰だ。また他の人とは目線が違いそうだけど。そうだ ね。え、誰だ、誰だ。そう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 。え、みんなわかった多分。どんな印象あるんだろう。なんか覚えとることとかある？確かに。ないんで覚えてること。ないんで覚えてることっていうか、うん、なんか思い出？うん。うん。チャーポンは、あれ、神戸に一緒に六甲山行ったり。あ、そうなんだ。覚えてる？あ、誰だろう。でも誰やろ、一番。ありがとうございます。本当はね、もっともうみんな10倍ぐらいの長さで喋りたいんだけど、ね、そうなの、語りたいんだけどね、語り合いたいけど、うん、もうカンペがさ時間ないで過ぎて、時間ないですね。でもなんか本当最高のプレゼントね、嬉しいね、うん、いや聞く、また喋りたいね。ありがとうね。ありがとう。またあ、もう時間ですね。時間です。時間ですね。あら早いのね。またみんなで会おうね。あ、またね。バイバイ。バイバイ。じゃあね、バイバイ。いや、もうここまで来たらね、顔出してほしかった。本当だよ。全然出しても大丈夫。ね、わざわざ出てくれてありがとう。いや、びっくり。いや、本当にありがとうございます。うん、方は音声のみだそうです。わかりました。誰だろう。誰だろう。じゃあ8人目の方お願いします。お願いします。どうしまーい。こんにちは。出たー、出たー。誰だ。当たったよ。予想当たったじゃん。なんで、え、元気ひろままじゃないのよ。誰だ。ひろままでしょ。ひろままでしょ。久しぶり。久しぶり。久しぶり。もうね、顔と表情まで分かったよ、うちら今ので。分かった。あのね、最近私のシュガーによく登場するんだけど、知ってるよ、アンパンマンのね。アンパンマンのだから、ファンの人はみんな知ってるかなと思ったけど、いや、マジか、ウケる。まあまあ、でも、まあまあ、そうだね、すごい。そう、みんな全然、ね、全然会ってないから。そうなよ。でも、こんなすごい人ばっかりの中になんで私出ていいのって感じなんだけど。なんで私出ていいのって感じ、て感じだけど。ママ大丈夫、パパと仲良くやってる。パパと仲良くやってる。うんってパパが言ってる。そう、パパはね、よく会うんよね、うちらね。そう、ヒロのやつ見に来たりだとか。確かにパパはよく来てくれるから。そうそうそう、大丈夫、パパのこといじめてない。また、いじめまたまたいじめてない、いじめてない。またまた。いや、結構さ、うん、なんかお父さんの方がなんか、あってついてってる感じあるじゃん。あ、そうね、ママがせかせか、ママがせかせか言って。多分それすごい関西のノリなんかもしれんけど、うん、西の方のノリなんかもしれんけど、パパがなんか差し入れとか持つじゃん、持ったりとかするじゃん。したらもう一通り、もうヒロママがブワーって喋って、なんかパパこれ出してよ早く。そうそう、あれしっかりしないよ。いやいやいや、アイスやねんから溶けてまうで。そう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 。早く出してって言ってる。ヒロママは本当に差し入れのセンスがいい。ヒロママとヒロパパはいつも言ってくれるわ、うん、それはもうナンバーワン。あ、そう、うん、あ、そう、あ、そう、あ、そう、サーティングとか持ってきてくれたもんね。持ってきそうね、一回ね。みんな熱いやろうから何、なんかでもオロナミンCとかそんなしてなかった。してた、してた。それはもう有名な話。あの、値段言いながら絶対渡すっていう、ね。うん、200円。安かったみたいな。言うな言うな。大好き、本当に。そいつもほっこりしてたよね、うちら、笑いながら。ほっこりしてた。最高。もう本当に面白い。うちとのママの、うん、うちのママとヒロママの大事件が本当に宇宙の中で一番の思い出で、もうめちゃくちゃ面白い。なになになに。なんで、なんうちのママめっちゃ信じてたよ。年齢、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 
これも結構いろんなとこで喋ったね。そう、関宮さんは知ってるかもしれない。もうひろママがうちのママよりテンション高くて、もう超若くて、めちゃくちゃママはあうちよりも年下、いやもう元気ねって言って最高みたいな感じだった。10個も取ったってめっちゃ面白い話だよねこれ。伝説だよ、もう伝説の女だよヒロが。ヒロママ伝説の女伝説の女。うん、いやでもなんかなんだろうな、全部の行動が本当にほっこりさせてくれるっていうか、うん、あの嫌味がないっていうか本当に正直もう、うん、あそう正直、うん、正直一本、うん、そうまあサバ読んでたって言ってたけどその横からでもね本当にそうなの、なんか嘘がないっていうか思ったことを全部言ってくれるって感じ。ライブの感想とかも、ね、確かに、うんうん、よかったよ今日疲れてたやとか普通に言ってくれるし、確かに疲れてたでとかね、そうそうそう、うんうん、その方が気が楽だったりする、やっぱり。そうね、うん、ありがたい。なんかあれかな、なんかママだとまた他の人とは目線が違いそうだけど。そうだ ね、 ね、どんな印象あるんだろう。なんか覚えてることとかある？確かにヒロママないんで覚えてること、ないんで覚えてることっていうか、うん、なんか思い出、うんうん、チャーポンはあれ神戸に仕事に来た時に、ね、一緒に六甲山行ったり。あ、そうなんだ、覚えてる。なんか2つにチームが分かれて地方行った中でもすごい 1,2 ぐらいで覚えてる思い出なんだけど、これチャーにとっても、うん、なんかね、あのウキとカンちゃんがペアで握手会かなんかやって、そうチャーとヒロがペアだったの、はいはいはい、でそれで時間が空くってなってどうするって言って、うん、でチャーはさ家族とかおらんじゃん関西、うん、でもさ、うん、ヒロはおるからさ、うん、あじゃあ暇つぶそうかなって言ったら、うん、ヒロの家族が来るって言ってくれて、そうだそうだ、え、いいのって言って、で神戸をね、うん、あの中華街だっけ、そう中華街でちょっとお菓子とか食べ て、で六甲山の方まで行っ て景色見せてくれて、そうヒロのお家この辺やでとかなんかいろいろやってやったな、めちゃくちゃ楽しい旅してんじゃん。懐かしい、そうやわ、本当に青春以上に青春だったえ、それでいいの？それもヒロのママがギャルだからだと思う。いやもう最高、本当最高だったよ、最高だった。地元の友達回ってるみたいだったもん、まるでノリがいいよね、最高、ね、よかったです。もうママありがとう。いいよママ、もうねいつでも喋るから後で電話でもつなぎましょう本当に、ね、また喋りたいね。ママありがとうね、ありがとう。またあ、もう時間ですね、時間です時間ですね、あら早いのね、またみんなで会おうね、あーまたね、ありがとうね、バイバイ、はい、じゃあねバイバイ。いやもうここまで来たらね顔出してほしかったほんとだよ、全然出しても大丈夫、ね、わざわざ、あーいやびっくり、いやーほんまにありがとうございます、うん、いやわざわざこんな素敵なナインの日という大事な会に私のお母さんをね、いやいや、やっぱさ、まあ、誰かのお母さん出るかななんて思ってたのよまさかうちやと思わんかった。でもチャーポンのママかもしんないなと思ってて、うん、うちのお母さんは絶対そういうの出ないよ。え、出ないんだ、意外と。で、うん、うちのママは、まあまあ、絶対出ないじゃん、 100% 出ないから、オファーする電話すら出ない人オファーの電話すら出ないから、ね、そうそうそう、だからもう無害、そうそうで絶対出るかなとか思ったけど、そう意外とね恥ずかしがるんよ、恥ずかしがり屋なのね、無理みたいな、うん、こっちだったか、いやいやおもろかったまさかすぎ た誰が連絡取ったんだろう、次パパかな次ヒロパパ、次行ってみようかじゃあパパでも実は次が最後なんですよ。えラスト、そうなんだ、ラスト9人目はどなたでしょうか、お願いします。